はい、おはようございます。今年もね、大江川やってきましたよ。いよいよね、今日からスタートで、大江川の状況はね、スポーニング絡んで、状況的にはすごくいいんですが、田んぼのね、白影が入ってきました。その影響で今日も雨、まあ昼からまあ上がるってことなんだけど、その白影が入ってきた状況の中、濁った中、今日は、どんなルアーを使って釣れるかっていうのは最後まで見てお楽しみにしてください。とりあえずはね、最下流に来ました。状況判断というために、とりあえず、こんなようなルアーでチェックして今日一日頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。昨日のね、こう晩からこの、まあ、いわゆる東海エリアだよね、すごい雨がね、たくさん降りました。で、そんな雨が降っちゃうとね、白カビの濁りがドーンと入るんで、バスの反応もね、まあ落ちます。まあそんな意味でスイッチね、入れやすいビッグベイト系をチョイスしてみました。まあスポーニング時期って、まあバックスを確認したポジション的な意味ね、状況とか確認する意味でもこうビッグベイト系でチェイスとかね見て、まあ時間変えてワーム投入っていうのがすごくね効果的なんで、釣れても釣れなくてもこういうビッグベイト系でまあ反応を見ながら、まあフィールドコンディションだよねを確認するという意味は大切だと思います。まあ朝一そんなことをやって今日展開考えたいなと思っております。釣れるといいね。なんかチェイスしてくれんよね、ギラッとね。そうするとなんかちょっと人間的に燃えるんだけどな、朝から。状況がつかめんと一日始まらんしね。あ、船だな。船の絶景がおった、今出てきた。はい、大江川チェックしてね、周辺の池、牛池に来ました。見てください、田んぼのね濁りがドーンと入って、これがねどう影響してるかっていうのをねちょっとね釣り込んでみたいと思います。大江川はねちょっとね、反応なしだったんで、ちょっと池をチェックしつつまた川に戻ってねやりたいと思います。話したか？話したな。ホールで食ったな。話したな。ちょっといかんね。ホールで食ったね。ゴコンと もう竿が入ったもん。あーが。おお、ちょっとこれいいかな。杭についとったな。キルだな。ギルだな、多分バイトが。
サーサー、ギルザリガニだな。ギルザリガニ、ザリガニっぽい色にちょっと変えてみるか。濁ってるからシルエット出ないかな、こっちの方が。よし、まあおらんで向こう行ってみるわ。ここは混んでしょうもん。うん、来たよ、当たったよ、ほら来た、よし、あー来た来たよ。よっしゃ、よっしゃスパイロン来たよこれね。まあまあコンディションがねいいプリスモやね、これ見て。きゃー来たー、はい来ました、スパイロン。カラーチェンジしてね、一発目ちょっとね濁ってるからシルエットが出るようにスカッパのね、ギルザリガニかもわかんないね。コンディションいいでしょね、やりました。ダウンショットだね、ショートダウンショット、うん、3.5g のこれね、こんな感じでつけてます。コンディションがいいます、ホール中一発イエーイ。今度ね発売になりますスパイロン、2.8 今日もね、使ってます。でまずこのスパイロン 2.8 の特徴、マテリアルが、サフマテリアル、これがねアミノ酸塩フレーバー、すごくねこれをね研究して作りました。まあバスがね加えたら離さないというぐらい塩と味と、匂いふんだんに入った、スパイロン 2.8 です。でこれをね今日ずっと使ってました。で、まあ使い方っていうと、まあホールで、当たりを取る、まあ、その使い方で今日、釣ってます。で、先日も、この大江川本流でこのリグでね58センチを、キャッチすることができました。その使い方もホールのみ、まあ、このなんでホールがねいいのかっていうと、通常のワームだとストーンとか、まあ、ゆっくり沈む、それがね特徴なんだけど、このスパイロンこれはねスパイラルホールするんですよ。それがねやっぱりねバスにはね新鮮なんでしょうね。でその、なぜね、スパイラルホールするかっていうと、このテールがね逆向きについてる、それと扁平ボディ、それに対して、スパイラルホールして、バスを誘う。でまあ僕のね今今日も釣ってた先日の大きいバスも釣ったシステムなんだけど、まあノーガレスさんから出てる、ダウンショットシステムフック10で、進化 3.5g の、リグを使ってます。まあこうするとスパイラルホールも速いスパイラルホールで、回り方もね小刻み、半径が小さい回り方して落ちてくんで、よりねリアクション性高い、スパイラルホールの、アクションで、釣りました。まあ今日も釣ってます。まあそんなスパイロン 2.8、4月発売になりますんで、ぜひね、まあ、スパイロン 3.8 もありますし、2.8 もあるで、スパイロンはまあ小ギル意識したね、まあ、チギルとかねギルの小さい赤ちゃん、まあ、それをね、まあ、イメージして作った商品です。まあ、これから、シェードのね下にねそんなちぎるいっぱい出てきますんで、ぜひぜひ4月からもう遅くありません。スパイロン 2.8 よろしくお願いします。そうそう、スパイロンちょっとこう浅いんだけど、ピッチングで投げてね、もうこのホール中がミソで、こう糸を聞こうかなという感じで待ってるとスーッと走るから、その時ももう加えてるね、だから着底
で、スパイラルホールで魚が見てトンとワームが落ちた瞬間多分パクってくるんだろうね。そんなに本当に誘わないから、まあこのリグはそんな使い方だね。ショートダウンショットのまあリアクションっぽいフォールだね。なかなかこんなね急激に回って落ちるあのルアーはないんで、でテールは当然バイブレーションしてる。このスパイロンもテンション張って落とすんじゃなし、もうフリーホールダラダラでいい、ダラダラで落としてダラダラでこうまた落とすっていう繰り返しだね。そうそう、ラインが走るんで、まあ当たりはラインで取ってくださいっていう。本当にめちゃ簡単、これは落とすだけ。まあもうすぐ発売になります、イモリッパースリム 3.8、この使い方なんですけども、去年一昨年、イモリッパーシリーズ発売になりました。大江川でね僕がよく使ったのは60と、95ですね。それのまあスリム版っていう風にイメージで思ってください。だけどこのただのねスリム版ではありません。アクション的にね全く違います。まあ基本的に後方重心でよく飛びます。で、バックスライドするかなとこうねボディにファットだからね後ろが思わせて水平ホール、その水平ホールが、今までのイモリッパーに比べるとよりナチュラルになっています。まあ簡単に言うと60とか95は大きいね動きでホールしていくんだけど、これは本当にこう微妙にこう小刻みに沈んできます。まあその違いでよりね、ベイトフィッシュに近い動きになってるんじゃないかなっていうので、今までのイモリッパーとこう使い分けしてもらいたいなと思いました。で、細長くなっている部分ね、例えば、小さいパートナーイモリッパーだと、まあ、ザリガニ意識とかねそういうこう思いでもし使ってたら、これはね細長いからね逆に手長エビとかね、小魚、まあそんなねベイトフィッシュをイメージして、それはまあアングラーさん皆さんだよね。で好きなように使い分けしてもらえればきっとねいい武器になると思います。まあ僕もね今日衝突位置でダートの釣りもちょっとやってみたりとかしてたんだけど、まあこれからの時期これ、スポーニングが終わってからねまたこいつもホールとか衝突位置また、ボトムズル引きでもね何でも使えるんで、ぜひ、イモリッパースイム 3.8 よろしくお願いします。イルバですよこれは。ちょっとね木の下ギルがね浮いてたらということで、まあまあスパイロン 2.8 これもね落とすのにいいんだけど、まあちょっとこう広範囲ちょっと小規模なポイントだけど広範囲に横に引きたいなっていうのでちょっと、タイニーギリング行ってみましょうかね。このカラーでやりましょう。
を横にね引きたいから、スパイロンよりこっちの方がちょっと勝負が早いんで、これをでもうちょっと曇っとったらハイフロートやりたかったんだけど、ピーカンっていうか太陽出てきたから沈めないとね。おすごいね。でロッドはねこれもう発売になるよ。ジュリエッタっていうタイニーギリングを結構動きやすくするために作ったロッドで、まあ僕も今日スパイロもこれで釣ったんだけど、マルチロッドでね、おかっぱりのだからすごいいいと思うけど、ここベストのとこ入ったな。ここねあまり岸ギリギリ入れないことはね、あったが。びっくりしてスピード上げた来たが。うわあ、何あれ。セーブしてスピード上げたが。そうやな、クソすれろ。え？ねえ。でかいぞ。よっしゃ、ババーやった。スパイロン来た。でげー。見る？あ、スパイロン落ちたね、これ。ねえ、これ反転食いしたんだね、これ。いくよ。よっしゃ。嬉しい。ああ、取れちゃったけどね。まあまあいいサイズだねこれね。嬉しいわ。夕方チャンス来ました。スワイオン 2.8 釣れますよ。さっきねイモリッパースリムでね、スイミング、中層スイミング、まあ回収の時なんだけど、スイミング早く回収してきたらバーンとバイトしたんだね。で乗らなくて、で中層だなっていうので、スパイロン 2.8 のねジグヘッドリグで変えたらね、同じコースだね、ちょっと時間差変えて、来ました。いいバスでしょうね。ルアードローテーション来ました。こんな感じのリグでジグヘッドリグで釣れました。今ちょうどねワーも新品に変えたんだけど、色もカラーもこれね、ジグヘッド重さ 2.5g、 これを中層ヘコ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 スイミングだね。
あー、バレた、バレた、バレた、ドラグ出てたでしょ。はい、でかいな。いやー、さっき緩めてあったかな俺ちょっと。あ、当たった。すげえな。当たった。ゴーンできました。まあ、でかいぞ。うわ、入られる。でかい。でっかすぎるわ。でかいわ。やってまった、すごい、やってまった。でかすぎ。あ、またスパイロンちゃん外れたけど、いくよ、よっしゃ、来た。来ました、これ完全プリスボーンやね。死ねたー、この釣り。またハマったね、これ最後。親父パワー。来ました。スパイロン。2.8。最高。はー、来たー。しびれた。今日しびれた。はー。はい。これはね、しびれました。今ね、ちょうど今、ラストの坂、釣りました。50アップ。来ました。これ、ちょっとね、ワームつけ直して、このリグ、まあ、手汚れとるけども、格闘した、証ですね。スパイロン 2.8 のジグヘッドリグ、重さ 2.5 グラム。最後の最後にね、こう、ハマった感ありました。ね、途中ね、ここに来てね、スパイロンじゃなくて、イモリッパースイム 3.8 でね、バイトがね、あった、ヒントを得て、もう表層近くだね、水面直下、ほんと数十センチのところを中層スイミングで、釣れました。スパイロ 2.8。またね、牛池では、午前中ね、スパイラルホールの、スパイロン、これも 2.8 で、落とすだけの釣り、やりました。どっちもね、非常に、ね、簡単な釣りなんですよ。それが、叶うのがスパイロン 2.8、この大江川周辺の野池、まだまだね、4月5月、スポーニング、ミッドアフター続いて、スパイロン 2.8 活躍しますんで、またフィールドでね、試してみてください。またね、僕も頑張りますんで、また次回楽しみにしておいてください。ありがとうございます。Thank you.